おはようございます。ティレッタ回します。ドラゴンクエストライバースエース実況プレイ始めていきたいと思います。続いたぜこの動画まあエースになってるけどあのですね、この前以前、ライバルズ結構最後の方に僕プレイしたみたいで、その後あの公式からストーリーモードの追加が発表されることになりました。もうね、編集してる時ぐらいにキャップされたからびっくりしたよ。はい、ストーリーモードが来たということは、ようやく僕がね、ライバルと戦う日がやってきました。やったぜーえ、ランクマッチ、何これ、え、何これ、ライバルセース神様杯結果発表。いや、結果発表されましても僕やってすらないですけど、てかやる気ないんですけど、な、そんな別にランクマッチの結果なんて発表しなくてよくない？別に俺関係ないし。なに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 、なになにこれは、なになになにな、いいいいいい、さらすなさらすな、いちいち、いにしえの魔王たちよ。なになに、誰の視点これは、ザザー、どこの漫画だよ急に漫画演出入っちゃったよ。なに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 、曲が、あれ、なんだこの曲、なになに、ゴゴゴゴゴゴってすげえ漫画で進んでいくけど、え、あ、これ魔王じゃん、魔王の面影があるもん。闇が満ちていく、あと少し、あと少しで、え、ああ、やっぱりお前黒幕じゃん、やっぱりお前黒幕かよ、お前脇見せろ、あなたをお待ちしておりました。大丈夫、君黒幕じゃない、パッと見お前なんか、初めから思ってたけど、やっぱ黒幕だよ、お前。まあ、とりあえず何？はぁはぁはぁ、そんなもの、ここにあんの？ここにあったの？それ。それ、ここにあったんだ。長い時間をかけ、その力を回復し、ついに封印を内から破ろうとしています。あー、なんだ、カウンに、あ、そういう視点ね。でも、お前黒幕じゃね？禁断書の中に入る。あ、そういう感じなんだ。おー、何？冒険の書？勇者の書、かつてこの塔を闇から守った勇者が闇復活を遂げた魂の書です。あ、勇者ロトの血を引く者。なるほどね。邪悪な存在を打ち破ることができるはず。いいえ。そんなひどい。ローラ姫出てくんな。わかったわかったわかった。はい。よっしゃー。勇者。勇者っていうリーダーになるかな、このアドベンチャーモードでは。まあ、でもいいんじゃない、ちょっと俺の初プレイよ。マジで本当に初プレイだからね。前回ちゃんとプレイは一回したもんね。チュートリアルだけだからね。毒の日常編。パタパタパタ。ん？お前喋ったの？エンジェルサイム君、君喋ったんだ。あー、びっくりした。僕はエンジェルサイム、天助。一文字間違える伝伝流だ。いつもアメリアと一緒にいるんだけど、君一人だけで心配だからこっそりついてきちゃった。僕は喋るのはみんなで内緒だよ。ここはとっても古い冒険の書に出てくる部署みたいなね。金太書のどんな仕事があるんだろう。なるほどね。徳の周辺。まだなんかチュートリアルっぽくなってんな。じゃあ、ちょ待って待って。これで、これ。魔物対戦先に進もう。バトルの上は BP が必要なんだ。まあこれスタミナみたいな感じですね。はい。じゃあバトル挑戦やね。さあ、普通に今日はバトル、あ、え、なにこれ、勇者、あ、リーダー勇者一人で異能職業。あ、てことは、今までいろんなで、てか、主人公はこれ、っていう感じだね。主人公はこれ固定で、いろんなデッキが使えるってことか。あ、なるほどね。戦士デッキを使ってみる。やっぱチュートリアルなのね。お！スライムが現れた！あ、そういう感じになるんだ。モンスターなんだ、敵は。敵はモンスターなんだ。え、スラリー、このカードは最初の手札に必ず来る。メラゴースト。あー、じゃあマナカーブ的にキラーマーと奇跡の次はいらんな。マナカーブって言っちゃって。あ、いい、そうそう、こんな感じがいい。すげえ、スライムって。いいね、なんかスライム。ま、モンスターがそういうことしていくんだ。すげえ。あ、でも普通に、もうバトルは説明してくれないんだね。戦士で勝てって感じだね。どうしようかな。向こうから攻撃を食らうのは目に見えている。いや、あ、そうだね、食らうね。いや、わかんないよ。メラゴーストの召喚時1位っていうのは、メラゴーストを召喚することで、スライムベスを攻撃できるから、
これで、メラ？いいねー！そうそうそう、そういう感じか。あ、なるほどね。で、マジックポイント余ってないから、もう、やることはない。何この光ってんのは。この光ってんの知りたいんだけど。え、何これ。ちょっとごめん。これ何？あ！このターン中、MP が1増える。このカードは高校のプレイヤーの対戦中1だけ使う。あ、なに、そんなんもあったの？チュートリアルで教えてよ。チュートリアルで言われてないよ、多分それ。多分チュートリアルで言われてないこと言われてる、俺。チュートリアルで知らないことで、あ、向こう攻撃してこない。スライム2王立ち。2王立ちは、さっき見た通り、こいつが前列にいれば、リーダーは、3体で囲わなくてもいいってことになるんですよね。だから、こいつ1体だけいれば守ってくれるんだよね。ブロッカーみたいなね。じゃあ、早速、2王立ち紹介しようかな。あ、主人公にこれ、鋼剣装備させるか。これで、あ、いいね、かっこいい。これちょっとスライムごめんな。ごめんな。うん。で、メラゴーストちゃんも行こうか。ごめんね。痛いね、ごめんね。で、これで終了かな。うん、終了でいいね。さすがに。さあ、スライム、てか、スライムがさ、ねえねえ、スライムがさ、カード使って戦うって可愛くない？なんか。スライムがカード使って戦うのって可愛いな。テンションアップして、これで、テンションマックスの、稲妻の加護。あ、稲妻の加護になるんだ。あ、そうか、戦士デッキだから稲妻の加護になるのかな。てか、あれ？そんなことしなくてもこれ倒せる？あれ？そんなことしなくてもこれ倒せることが分かっちまったんだけど。そんなことしなくても倒しちまうけど、まあせっかくだからちょっと頭脳派でいこうぜ。はい！これで、森本さん立ち会って、ごめんね、メラゴーストちゃんで行こう。メラゴーストごめんな。はい。えい！いいねー。いや、かわいい。なんか世界観が良くない？スライムかカード使って戦う姿ってかわいいんだけど。あ、レベルがあるの？あ、このゲームレベルあるんだ。ってことは他の、何？みんなランクマッチのとレベル99だろうな。そりゃ、それレベル99だろうな。レベルあったんだ。勝つとレベルが上がるみたいな感じなんかな。それじゃあ俺ランクマッチ絶対いらんわ。じゃあ別のデッキも使ってみようかな。あ、何これ？勇者魔戦士、勇者盗賊とかある。あ、8つあるんだ。使用していません。うん。他のデッキも使ってみたい。あれ？矢印出てる。俺戦士しか使えない。もう俺戦士、他のデッキ使わせてや。うん。ドラッキーかわいいな、今の。お茶飲んでたわ。先行か、今回は。先行ね、スラリンかわいい。必ず来るってすごいよね。めっちゃありがたい。強戦士ブリズコールが1ターン目に必ず来たら、それ強いからな。スラリーは HP1 しかないのか。メラゴーストでやられるな、逆に。ドラキー狙い撃ち！狙い撃ちって何？ちょっと狙い撃ち教えて。情報。攻撃対象を自由に選択できる。あ、ってことはブロックとかをされないんかな？ブロックとかをされないってことかな？多分そうだよな。そういうことだよね。こわー。スライムつもりを出しておいて、あ、でもに、そうか。狙い撃ちあるから、まあ意味ないのか。じゃあ、リザードマンでいっか。ここは相打ちであたりが。まあ、塩梅かな。スライム行け！うわぁ。まあ、しゃあない。リザードマンが残ってますよ、こっち。こっちリザードマンいます。いや、狙い撃ちでいっぱい出てくんな。ヘルコンドル出てきたね。回復役じゃん、お前。お前、回復役だろ。亡霊剣士、死亡時に前後にいる味方ユニット攻撃に。なるほどね、そういうのもあんだ。武器は持ってないからまだ戦えない、この人は。ロトの血を引く者は攻撃で。なんか結構この文章腐らぞ。くらえ！さあ、ヘルコンドルがちょっと怖いところではありますが、ラリホー！ラリホーとかそんなあんのか。魔法カードだね。あ、狙い撃ちで主人公が攻撃受けるやつね。でもこれさ、やっぱりごめん。これさ、向こうの HP が低すぎんか、少し。まあ今はチュートリアルみたいな感じなんだろうな。ちょっと向こうの HP が低すぎてさ、適当にやっても勝てるんだけど。あ、いや、いや、初心者に優しいよね、逆に。俺みたいな人にめっちゃ優しいね。ありがてえわ。もう最終的にわけわかんないことになりそうだもん。ないか。もう、戦士以外使わせてよ。そういうのがね、初心者湧き立てるよ。え、オートプレイが可能だよ。オートプレイ使う僕は代わりに。大丈夫？大丈夫？オートプレイ大丈夫？え、オートプレイがあんの？このゲーム。
なんかぽーっとすれば倒、いや、勝てるとは言ってないぞ、お前。勝てるとは言ってないでしょ。大丈夫なの君は、本当に。本当に君はそれで大丈夫なのか大丈夫、本当にね。ねえ、本当に大丈夫、本当に大丈夫って言ってる君。テイスケ、お前マジで言ってんの、これ大丈夫なの。ちょっと、雑すぎない、その戦いは。ねえ、マジで言ってる、その。え、マジで言ってる、ねえ。おい、めっちゃ食らってますけど。お兄さん、めっちゃ食らってますよ、テイスケくん。テイスケくん。テイスケくん、めっちゃ食らってるけど。大丈夫？あ。お前今のズルだわ。お前今ズルした。今ズルした、ズルした。テイスケ今お前ズルしたよ。絶対ズルしたよ。カードゲーム、いや言うとりやないか。カード使えや。何これ？引き直し可能チュートリアルパックチケット。え？どういうこと？引き直し可能？どういうこと？エースカードがたくさん貼ったアドベンチャー、あ、アドベンチャーモード用か。なるほどね。勇者専用カードが入ってるんだよ。勇者専用カードは、どの職業、アドベンチャーモード専用のカードでも。そうか。ああ、ランクマッチ出しをできないって感じだね。チュートリアルプレイ、レジェンドレアが一枚かけて何回も引き直しができる。おい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 、何が出るか見てください。何が出るかちゃんと見ようか。じゃあ、狙いを定めよう。じゃあ、狙い定めてカード位置を見て。ちょ、何が出るかを見せてくれ。引き直しする前に何が出るかを見せるのは普通じゃないかい。あ、ライアン見てる、ライアン、ライアン、ライアン、俺の好きなやつや。これね、ライアンっていうのは何かって言いますと、僕が某ゲームですごい好きなキャラなんですよ、ライアン。お、いいね、ライアンじゃん。もう引き直す必要なくなったぞ。あ、じゃあバトルで、いよいよもう戦士以外使えるね。よっしゃ。じゃあ最後に何か別のやつ使って、本当にちゃんと、もうこっからもうチュートリアじゃないもんね。うん、魔剣士とかあるな。魔剣士とかもあるのか、盗賊。じゃあ最後にちょっとなんか違うデッキ使って、それで終わろうかな。じゃあ魔剣士やってみようか。よっしゃー。スライムがあるだ。ゴリオスだよろしくお願いします、ゴリオしますあ、もうゴリオス気満々や。マジポイント、HP4 しかねえもん、あいつ。魔力解放、この、あ、こんなんもあるんだ。アスラリンはどのデッキでもいるってこと？多分そうだな。よっしゃー。瞬殺やろ。いや、これは瞬殺してしまうな。スライム、スライム、おい、スライムが2匹。スライム2匹いんのか。リビースさん。転生リンク、自分のアイテムを別に始める。あ、アイテム増えるんだ。すげえ。いいね。ハイリスク、ハイリターン。どうしようかな。ああ。あ、ジャミラス。ジャミラス何してんだよ、こんなところで。なんか面白い使い方できるんだね。でも、鋼の剣がないから、まだ攻撃できないし。スライリン出してもどうせ、まあ、やられはしないけど。じゃあ、スラリン出しておいて。違う。これ。1増える。で、さらに1増やす。これを使う。で、そうすると、なんだっけな、これ。え？あ、そうか！魔剣士だから。魔剣士だからこの技になるんだ。3、23のピサロネットを1体出す。出そう！これでユニットが増えるわけだね。ピサロネット！いいよ！もう早速ちょっと戦況有利っぽくなってるよ、ちょっと。こっちも2体出した。まあ、向こうから攻撃がされるかもしんないけど、スライムベース。まあ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 。あ、おっと、頑張れ、ピサナイト。よし、いいぞ。頑張れ、ピサナイト。勝てるの分かって言ってない？なんでこんなに闇の備え物が出てくんだよ。なんで死亡ばっかさせなくちゃいけねえんだ？そんなことをしたのはどいつだ？俺だ。じゃあ、MP が足りない。え？あ、3や。3やったわ。ごめん。そうか。じゃあ普通に、ベビタンでも出しとくか。ベビタンちゃんだそう。ベビスタン。これで、ウォールができてるよね。ウォールできてるからリーダー守られてるはずだから、スラリンで、攻撃。えい。で、ピサルナイトで、おい。ピサルナイトは行動できない。まあ、そもそもやられたわ、あいつ。
まあ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 。次のターンでワンチャンいけるから。あれ？もう何もいないっすか？あなた何もいないっすね。あなた何もいないっすね。何もいないっすね、あなた。行くぜ、ほら、行け、ほら、行け、ほら、ういえ、やったー。あんまり敵がね、今んとこ強くないからね、初心者でも楽しめるな。いつ終わるんだ、この実況は。はい、デッキ編成画面に来ました。あなたの勝利をするデッキを編集してみましょう。30枚なんだね。40とか60枚とかじゃないんだ。デッキを作る。新しいデッキ作る。あ、そっか。これはデフォルトデッキだからいじれねえか、普通に考えて。新しい作る。コピーして編成。新しく作る。まあ、コピーして編成は楽そうだけどね。リーダーを選びます。戦う特徴付きで職業を持っています。あ、さっき負け石だったらピサロで出すとかだもんね。テンションスキルと影響が職業専用カードが違う。え？職業専用カードがあんのか。まあ、テンションスキルは分かってたけど、戦士がやるでも、もうなんも戦士ばっかなんか。頼む、違うのを使わせてくれ。職業専用カード、共通カード。あ、外枠の絵が異なく。へぇ。30枚の敵を登録して敵を作ることができます。いいね、こういうの。リアリティの高い、星の数が、あ、星の数ってそうだったんだ。リアリティの差だったんだ。気づかなかったわ。自分の持っているカード方向ボタンで、A ボタン投稿できます。Y ボタンで、見れると。Y ボタンで見れない。Y ボタンが見れません。詳細が見れませんね、このゲーム。何ですかね。もう、こうやって入れなあかんのね。頼むから、ちょっと俺の操作をさせてくれ。はい、わかりましたんで。あ、お任せ編成とかもできるんだ。え、戻されたんやけど。記載するデッキを編集したときは、リーダーを抱えたボタンで編集するデッキを選んでください。あ、別に編成とかで、あ、できるんだ。できるけど、まあ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 、これはデフォルトの方がいいと思う。下手にデフォルトのデッキをいじっちゃうと、弱くなってさ、元のね、感じが取り戻せないから、初心者はいじらない方がいいかな。俺みたいな。じゃあちょっとこれデッキね、次回までに作ってみようかなって思います。次回までにちょっとデッキ作ってみて、それでちょっとストーリー進めていこうか。はーい。まあ、こっちはどうでもいいわ。はーい、というわけで、ドラゴンクエストドライバースエース。まだ続くぜ、この動画。次回までちょっと自分でデッキ作って、実際やってみたいと思います。お疲れ様でした。